もうだね。もうお前今俺に喋ったこと一個でもバラすなよ。バラしたらお前大人気になるからな。そうかな。そうだよ、だって俺お前と友達になりてえもん。よろしく。あ、先生呼んでるから行かない。ちょっと待って、ちょっと泣いちゃったから待って。あよしよし、ちょっと来ーい。もう何持ってんの？それ何持ってんの？これは僕の地元の名産、もぎぼっこり。何それ、ね、何もぎぼっこりって。もぎぼっこりは取れたてのむきぼっこりを7日間煮込んだものを。いやなんてことするんだよ。もう知らないもので知らないものを作るな。そうですね、あのネタの展開的にここで小道具が出たらいいんじゃないかっていうのがあったんですけど、その次の時には台本で僕がもぎぼっこりっていうのを書いて、浅田さんが書いて渡したら、いやもうあるものの手で書くなよって言われてなんだこれはって言って、その場で喫茶店で、じゃ本当最初に作ったの10分ぐらい作ってた。そうだね、頭の中でできてたんで、こういうもんだっていうの、で作りましたね、喫茶店で。見た時の印象、はい、わかりました。これでいきましょう。それイメージ通りだったんですね。だからそれがイメージできてたみたいなんで、あ、こういうものなんだなと。はい、知らない土地の、初めてだから北海道にイカ飯を見た時と同じですよ。あ、こういうものなんだ、はい、わかりました、これでいきましょうっていう、こういうものがあるんだなっていう、俺知らなかったなっていう。工作なんで、大体。朝まで手先器用なんで、そうですね、工作は得意ですね。ね、いろんな席回ったりするんですけど、みんな聞いてくるんですけど、僕知らないんで。先生として言うけど、はい、